はい、こんにちは。こんにちは。サーモコーチのまーちゃんです。こうちゃんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、はい、今日は何ですか。今日はサーモコーチ有名人で言っても過言ではないね、はい、もう超有名人ですね、うん、TikTok 部長の電車で GO の広告 PR になります。2回目の CM 出演になります。素晴らしいですね。素晴らしい、うん、タクシー会社の役員がまさかの CM に2回出るということで、久々の出演の溝部長をお呼びしたいと思います。いやー違うか。お久しぶりです。お久しぶりです。もうどうも。もう最近 TikTok ばっかりやっちゃってね、YouTube にあの顔出さないという。でもなかなか寂しいですね。ねえ、本当ですね。TikTok ばっかり。逆に TikTok 2人もやってもらいたいな。いやいや、それはいいんですよね。いや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 。まあ今日はちょっとね、振り付けをしなきゃいけないっていうね。そう、オリジナルダンスですね、今日は。そうなんですよ。ということで、まあ、電車で GO がこの日に発売で、はい、カッキーにちょっと詳細記載しとくんですけど、電車で GO が Nintendo Switch で発売されるということで、その PR としてね、今回 CM に出演させていただきますので、メイキングの模様をね、そうですね、お伝えできればと思って、ね、緊張しつつのレッスン、うん、自分で勝手にレッスンしてるっていうね。今もう考えてますか、ね、考えてます、考えてますね、はい、はい、ということなんで、はい、今日こうちゃんも踊るということで。そうですね、なんかじゃあ初デビュー、初デビュー、初デビュー、急な急な急なオファーで、こうちゃんは初デビューで、みぞ部長は2回目ということ で、ね、はい、はい、その模様をお伝えできればと思います。よろしくお願いします。寿司三昧、あ、違うか。あ、いいじゃないですか。やっぱいいですよ。いい。上が手がおかしいな、なんかな。ゴーゴーゴーが。ゴーゴー。電車っぽいっていう。電車っぽいって言うとか。でもなんか1回目の方が。あ。それでちょっと一旦。あ、いいじゃないですか。ぴったりでしたよ。ぴったり。部長は。部長は。これでいくか。いいと思います。いいですね。長音してる。続かってなんか呼吸入ってますね。カメラ見せ。変だな。部長がだんだん前に出てくる。ちょっと踊る時俺左こっち。ああ、癖でさ、こっちにとなんか変なんだよ。ポジションがんです。これでいい。いいと思う。いいと思いますよ。じゃあそれでいこう。さあ、部長、意気込みをいただいてもいいですか。ちょっと照れてます。頑張ります。派手なネクタイって人。キャラが立ってる。違う違う。この辺でしょ。この辺。こんな感じ。お、俺ねこっちじゃないとなんとなく。そうですよ、うん。じゃあこっちも部長になるとき。左手でこうなったね。いきまーす。はい。3、2。16だからそのまま止めといてもらった。下手なのにダメなんだ。キュンはできないです。ゴーでこう出す。グーでです。グーで離します。ちょっとグーで。それ綺麗に出たらいい。あ、出る。それすごいっぽい。いいっすか。出ますよ。これ出る。しかし下から撮る。上からなんだ、とてつもなく足短いな。そうですね。
みんななんか。なんで下がってる？部長困んない。はい。なんでその延期を延期を出ちゃうほらいいよここではいはいはい、撮影が終了しました。多分この前後に実際のほうちゃんと部長と森島さんとかのね映像が流れてると思うんですけれども、電車でゴーさんのホームページとあと公式のツイッターにも同じ映像を流れるかと思うのでぜひ見ていただけたらと思います。はい、どうでした？いや、思った以上に急に振り付けしなきゃいけない急ではないんだけどね。そうですね、すみません、音楽聴いたのが今さっき言ったのね。結構ビビりました結構ビビりましたほぼぶつけ本番、ね、ぶつけ本番ですね、はい、もう雪も降ってる中なんですけれども、ね、なんかこれがテレビ CM にもっていうちょっと話もあるんで、そうですね、もしかして CM だったら面白いですね、はい、そうですね、ちょっと詳細また詳しくね、はい、聞いておきますんで書いておきますのでぜひぜひよろしくお願いします。はい、お願いします。はい、サオコツでは一緒に働いていただく常務社員さんを募集してます。ちょっとでも気になる方、興味がある方は概要欄のホームページまでお問い合わせください。はい、溝部長の踊りが素晴らしいなと思った方、高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。お願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ、バイバイ。